鶴橋の力を借りてどこまで掘れるのか。これは一応鶴橋なくても掘れるんだな。時間かかるけど、これよりさらに下行くとどうなんだろう。鶴橋使った方がいいかな。まだ行けるな。おう、どこまで行けるんだろう。おお、かなり下まで来ちゃったけど、なんか珍しい資源とかありそうな気がする。お、すごい下まで来ちゃったよ。行けるとこまで行ってみよう。あ、壊れた。うわー、めっちゃ深くなった。鶴橋、ここか。どこまで行くんだろうこれ。相当来たよもう。お、新しい地層が出てきた。なんだこれ、なんだ、なんて読むのこれ。まだいけんのかな。鉄ないのかな。鉄、鉄が欲しい。まだか。すっごい来たよもう。ん？これめっちゃ硬い。なんだろう。でも資源もらえないってことは、これじゃないので掘らないともらえないのかな。なんか多分相当いい石のような気がするこれ。でこの木のつる橋じゃなくて鉄のつる橋とかダイヤのつる橋で掘らないとゲットできない。なんだろう、金かな。なんか金っぽい気がするこれ。金みたいな。おお、もうこれ以上いけないや。あー、戻らないと。めっちゃ深くまで来れたなこれ。下が見えない。ここはまた今度挑戦したいと思います。斧、え、あ、石の剣作れるようになってる。石のつるはし作れるようになってる。かまど、かまども作れる。ちょっと斧もっと作ってみようかな。
お。あ、進捗達成。あ、これ石だったんだ。より良い鶴橋を作る達成。じゃもう木の剣いらないな。強いかな、これ。あ、そうだ。石の斧で木を切ってみよう。お、早い。めっちゃ早い、木切るのが。すごい楽だ、これ。すごい。楽すぎる、これ。わー、すごいな、これ。初めて斧作ったけど。じゃあ、石の剣も強いのかな？使ってみたいな、これ。この石のつるはしあれば、もっと掘れるかな、ここ。ちょっと石のつるはしいっぱい作ろう。1個ずつしか作れないのかな。これでいいかな。じゃあここもっと掘ろう。これだけあれば掘れると思うんだよね。相当深いな、これ。ここは最下層か。ちょっとこれも掘れるかな。あ、掘れた、掘れた。なんだこれ。あ、鉄鉱石だ。鉄じゃん、これ。ここから鉄を取り出すとか、そういう感じなのかな。もっと欲しい、これ。もっとないかな。鉄の石もないか。もっと掘ってみよう。ちょっと金色っぽい色が入ってるのが鉄なのか。あ、溶岩だ。これ以上掘ったら死にそうな気がする。うわ、これやばいかな、さすがに。やば、逃げないと。やばい。あれ、うわ、ちょっと、あっ、あっ、落ちちゃった。せっかく石取ったのに。うわー、アイテム消えたー。わあ、落ちちゃった。